はい、車を買って調べてみたチャンネルのヒデさんです。今回こちら BRZ に乗ってゲストのケイちゃんと一緒に阪神高速7号回って新神戸トンネルで帰ってくるコースを走っていきたいと思います。よろしくお願いします。ケイちゃんです。ケイチャンネルのケイちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いつもご視聴いただきありがとうございます。視聴者の購入動機を後押しする動画を作成している車を買って調べてみたチャンネルのヒデさんです。このチャンネルでは気になる車を約3ヶ月間所有し、買って乗って売るまでをコンテンツにしております。パンフレットや雑誌に載っていない、体験しないとわからないことをお伝えしております。購入して生活で使うからわかることをお伝えしております。これから新車購入の参考にチャンネル登録よろしくお願いいたします。通知ボタンを押してもらうと最新の動画も見逃しません。気になることやオーナーさんからのご意見お待ちしております。今回紹介する車は新型 BRZ S グレードとなります。購入した店舗は兵庫スバルスズラン台店さんとなります。いろいろ相談に乗っていただきました。ありがとうございます。店舗のリンクを貼っておきます。いつも車紹介していただきありがとうございます、はい、いつも車貸していただいてありがとうございます。この車も紹介させていただきました。ありがとうございます。はい、いや 5万人、はい、そうですね、5万人、ね、5万5千人ぐらいいってみたら、ね、もうちょっとで、はい、いや、すげえ、頑張ります。このエアコンの操作やりやすいですよね。ダイヤルがね、大きいんで、うん、全部操作周りがね、ボタンでね、うん、今結構タッチパネル系が多いですけど、タッチパネルはやっぱりこうね、押したいとこ押せなくてずれたりとかあるから、ありますね、ぶつ切りボタンは嬉しい。今日はとりあえずね、ケイちゃん用カメラアングルをね、はい、設定させていただいたので、ありがとうございます。あのケイちゃんファンにはカメラ目線しとくお願いします。背がね、低いんでね、はい、隣が SUV とかミニバン系になるとね、ほらなんか寄ってくるでしょ。で、後で気づき寄るんですよ。視界に入ってないからって思う時ある。そこまで低いですかね。でもこの地を張ってる感じが、そう、走ってるっていう感じですね。さすがスバル、うん、FR でやっても四輪ちゃんと使ってる感がすごいと思ってて、このシートが低い、はいはい、座席が低い車って、はい、私背が低いので、はいはい、視界が悪いんじゃないかなとか気になったんですけど、はいはい、全然そんなことないですね。この見切りいいでしょ。はい、私の身長でも全然見やすい、はいはい、運転しやすかったです。で、このね、左右ブラインドスポットがついてるおかげで視界からのね、はい、これついてると嬉しい、ね、安心、安心ですね、うん、100% じゃないけど、やっぱりやるのとないのと違いますね。そうですね。で、後ろの窓の視界が多少ちょっとね、はい、上下が狭いっていうのは致し方ないかなとは思うんですけど、うん、それでね、実はね、僕初めて企業案件いただいて、はい、これ今つけてないですけど、ETC の関係で、電子ミラーを案件でいただきました。案件デビューですか。案件デビューさせていただきました。じゃあこれからどんどん案件、案件ね、来たらいいですね。いただきながら、はい、どう言えばいいかわかんないです。うち本気でやったら本気の映像作れるんですよ。映像屋さんですもん、ね、本場の映像は全然できます。もし視聴者さんの方で本場のプロモーション欲しかったら、連絡くれれば本気のやつ作らせていただきます。その場合、お値段も本気のお値段になるって。そうですよね。はい。よろしくお願いします。本気のお仕事ですもんね。本気のお仕事っていうか。はい。本業ですもんね。一応 CM とかも本場は作ってます。すごい。テレビが民主化されたおかげで、こうやってね、うん、神戸からこういうアイドル級な方も出てきて、すごいなって、ほんま。
おじさんは思っております。そうですね。もう初めてどれぐらい経ちました？もう2年？2月に始めたので、はいはいはい、まだ2年経ってないぐらいですね。もうちょっとで2年。でも2月で2年。すごいな。2年で5万人登録はすごいことですよ。ありがとうございます。でも上見ればもっともっといると思うので。まあまあいますけどね、はい、関西じゃないですか。はい、なかなかこういてないじゃないですか関西。確かにすごい方々はほとんど関東ですし。でもやっぱこの地元の、はいはい、あのお出かけの動画とか撮ったら、はいはいはい、関西在住の方がすごい親しみ湧くって言ってくれます。そうですね。私もそこ行きましたとか、はいはいはい、そこ知ってるみたいな感じで、はい、でもそういうね、はい、コメントいただくと嬉しいですよね。はい、やっててよかったと思います。リアルネットの話にちょっと戻しますけど、はいはい、どうです？助手席の感じは。助手席も快適です。快適ですか？はい、乗ってると狭さはあんまり感じない。ちょっと後ろ振り返ると狭いと思いますけど、乗ってたらそんなに。そうですね、はい、今かなり横カーブ多かったですけど、そこまでね、 G もね、ちゃんと踏ん張ってくれてる車なんで、振られる感じもそこまでないですよね、体感は。これ音ね、はい、するんですけど、はい、喋れんぐらいじゃないじゃないですか。あ、確かにそうですね。だからそれがすごいなって思うんですよ。地面と近いからもっと走行音うるさいのかなと思いましたけど、そこまででもないですね。そうなんですよ。別にそこまで今声張って喋ってないんで、ね、なんかこれ出る時に2リッターのターボ出してほしい人派と 2.4でいいやんっていう人らがおっていろいろ言われてましたけど、はい、僕これの 2.4 正解やったなって乗ってては思うんですけど、でもいろんな車乗ってると、はい、だんだんこうなんていうんですか、そのメーカーそれぞれの味とか、はい、個体としての魅力っていうのがすごいいろいろ分かってくるじゃないですか。そうですね、だんだん研ぎ澄まされてきました。そんなん言っていいかも。いやでもこれまで何台乗りました？その紹介として。いや分かんないです、数えてないんで分かんないんですけど、はいはい、だいぶ乗りましたよね。まあこういうことをやってるおかげで、はい、ですけど、はい、一生のうちで乗る車種の数で考えたら、もうすでにもうその分は乗ってはる台数やもん。確かに本当ですね。いろんな車経験しましたね。最初は自分の車と比べてどうとかいう感じでしか喋れなかったんですけど、はいはい、いろんな車を乗っていくと、はいはい、だんだん分かってくるっていうか、そうっすね、違いが出したフィーリングとかも、はいはいはい、やっぱ違うんだなと思って。そうですね、自分が本当に車買うときはもうそこを大事にして選びたいなと思います、はいはい、だからこういう車の、はい、まあ、内外装とかはパンフレットとか見たら、はいはい、まあ、わかるけど、はい、試乗した感想っていうのはやっぱ YouTube ってすごい大事だなと思って、はいはいはい、そう、参考になるなって思います。そうですね、買って乗った人、ちゃんと乗った人しかわからないことってやっぱあるんで。そうですね、はい、で僕らの世代、はい、車についていろいろ調べようと思ったら、はい、今も多分やってるはずやと思うんですけど、はい、カーグラフィック TV ってやったんですよ。松任谷正隆さんのナビゲートしながらやってる車の番組があるんですけど、僕らそれは子供の頃のある意味こう、なんていうんですか、情報源やったんですけど、それがね、皆さんがやってる状態だったんです、ね、すごい時代やなと思って。もうでも車買おうと思ってる人は本当、はい、ありがたいですよね。そうですね、事前にね、はい、やっぱり知って、うん、でほんまにこれ自分に合う車か、うん、みたいなね、うん、でそんな気軽に車屋さんに試乗行けないじゃないですか。行けないですね。本当に買う直前じゃないとね、やっぱ行きにくいんで、うん、
だから大体皆さん買うときって車検手前じゃないですか、はい、そろそろ半年前ぐらい、はい、半年後に車検やっつって、はい、でいろいろやってるうちに車検に迫ってきて、はい、だから逆に納車早いのどれっていう判断になったりとかするじゃないですか。あ、そうなってくるとちょっともったいないですよね。あ、確かに。でなおかつね、今その新車買うにも1年待ちが普通にちょっとなりだしてるんで、半導体の話で、うん、もし新車検討するんやったらもう車検1年前からもう検討に入られた方が今はいいかなと思います、うんうん、これまだね、このウインカーのね、はい、シフトの柔らかさになれないですよ。柔らかかったですか？これ柔らかいんですよ。あー、へー、戻すときやるで、車線変更とかでちょっと、はい、ほんなら奥まで入ってしまって、また逆の刺激入ってしまったりとかっていうのが、軽く戻さないと、そうそれがちょっと今度左に出ちゃうみたいな、そう今右出してるよ、これがガクって入りすぎることがあります。普通の感覚で戻すと、そう私普段あのマニュアルミッション乗ってないんですけど、はいはい、6速だから、はい、運転大丈夫かなと思ってちょっとビビって乗ったんですけど、はいはい、運転しやすかったです。ああ、思いますか。はい、ギアも入りやすいし、入りやすいですね、分かりやすい感じで、シフトチェンジがスムーズに、はい、思ったよりスムーズにいけました。以前ね、一回 GR ヤリス乗ってもらったと思うんですけど、はい、あちらはやんちゃすぎましたよね。そうですね。この BRZ クラッチもそんなに硬くないように思ったし、そうですね、はい、今回から、ね、2.4リッターっていうエンジンになったおかげで、はい、トルクの部分が低速域からも出てくれるようになったのが、かなり扱いやすい要因かなというふうには思います、うん、今2人乗ってるじゃないですか、はい、2人乗ったら急に車上もなったりとかそういう感覚あるんですけど、はい、それでもやっぱりトルクがあるから、うん、その辺の違和感は全然ないからですね、うん、でも次どうするんですか、WRX、はい、で、まあ、新体をね、はい、新型 S4、はい、どうしはるんかなって多分視聴者の皆さん気になってると思うんですよ、はい、まあ、すぐは買わないですけど、はい、まあ、気になってはいますよね。なるほど。魅力としてはどう映ってるんですか？やっぱ数字の部分で言うたら、はい、あの下がってしまったじゃないですか。そうですね。それをどう見てんだやろ、 S4 乗りのケイちゃんからしたらと思って、まあ、ちょ、正直言うと、はいはい、まあ、ちょっと残念なとこもありますよね。なるほど、はい、あの私が乗ってる先代モデル S4 はやっぱやんちゃ感が、そこが魅力だと私は思っていたので、はいはい、ちょっとそれが薄れちゃった感じはあります。なるほど、はい、でもやっぱり新型っていうのは最初はちょっと違和感あるんですけど、はいはい、多分、ね、よく見えてくるんですよ。なるほど。街中走り出したら、はいはいはい、見え出すとね。多分そうなっていい欲しくなるんだろうなと思います、はい、色はどうです？今ラインナップ出てる色で言うと、はい、どれが？私基本的に白が好きなんですよ。はいはいはい。新しい S4 の白めっちゃ白で綺麗なんですよ。あ、そんなに白いんですね。はい、白いんですよ。今乗ってる私のなんとかホワイトよりも白くて、はい、でもまあ挑戦して赤とか青とか、はいはい、まあ、乗ってみたいとは思います。ちなみにあの新色でカタログカラーになってる、はい、あのオレンジはどう感じました？あー、オレンジはなんか違和感あって。あー、なるほどね。うーん、私はオレンジは選ばないかなと思いますけど。なるほど。でもあのフェンダーのあの感じの雰囲気とは合ってますよね、はい、そうですね。あの XV が前回の時に、はい、あのオレンジ推しやったんですよ。でも全然走ってるオレンジ見ないですよね。見ないですね。たまになんかアメリカの、はい、あの乗られてる
方々は結構オレンジ多いですね、はい、ああそうなんですね。やっぱ海外意識してるのかもしれない。そうですね。なぜスバルの売り上げの6割が北米市場らしいですよ。そうなんだ。でね、もうすぐアウトバックについてなんですけど、はいはい、一応購入することになっておりますんで。おーすごい。で現行の今アウトバック僕乗ってるじゃないですか、はい、BS9 のエクスプレック、はい、それ置いた状態で、はい、新旧でちょっと比べてみようかなというふうに今のところは考えてはいますけど、はい、新旧並べると違いが分かりやすいですもんね。そうですね。前まではね、E 型から X ブレイクが、仙台に登場したんですけど、はい、もう今回は A から X ブレイクが出てきたっていうことで、はい、それアプライド A か、はい、スルーする流れがあるんですけど、はい、どうなんですかね。なんか、初期不良気にされる方。あー。でもレボーグはめちゃめちゃアプライド A 売れましたもんね。コメントでもそういうコメントたまに見ます、ね、見ますよね。うちのチャンネルの話になるんですけど、はい、次がカローラクロスが来ます。おまた貸してくださいカローラクロス。はい、カローラクロスやってきます。え、もう発売してすぐ予約するみたいな感じなんですか。そうっすね。だ新型出るとなった時に、はい、事前にあの営業さんからご連絡いただけるネットワークができまして、おすごい。それでその上でお話をしに行くっていうのが、はい、今のうちのチャンネルの、はい、あの流れになってます。あでこの間86も BRZ の次どうですかって来られたんですけど、さすがにちょっとスパンが短すぎると、はい、いうことで、はい、今回見送りさせていただいたという感じですね。でもケイちゃんが、そろそろケイちゃんの話にちょっと戻しながらなんですけども、はい、いつから車好きになったんですか。車は小さい頃から車自体はなんとなく好きみたいな感じで、はいはい、高校生ぐらいですかね、ちゃんと好きになったの。はいはいはい。それで言うと、はい、まあ多分いろんな方の車も乗りながら車の魅力にこう、はい、だんだん使っていったと思うんですけど、はい、一番初めちなみに何買ったんですか。 GDA。 あ、そうなんですか。はい。それは何きっかけで。まあ、ミッションで、はい、乗れなくならないようにミッション車がいいかなと思ったんですけど、はいはい、でもやっぱそこまで乗りこなせなかった。はあ、ははあ、結構眠らしちゃってまして。ああなるほど。はい、でもめっちゃいい車でした。そうでしょうね、はい、いい車やった。はい。でいきなりテスラ行ったんですか。あーね、リーフ、日産リーフ。あ、リーフに行ったんですか。はい。急に急に未来を感じに行ったんですね。はい。へえ、まあ、それはそれで結構楽しかったですよ、リーフも。へえ、電気自動車生活で、その後にテスラやったんですか。そうですね。あ、電気になったんですか。そうですね。車の概念は変わるなって思います、はい、うん。そうです。ほんとそんな感じ。ねえ。はい。あれ、オートパイロットっていう。はい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 。運転支援システムがすごい。今のこの信号待ちの状況でも、それ入れとけ、勝手に進むし、勝手に止まるし。そうですね。ですよね。はい。でもその次にもアイサイトもめっちゃいいですけどね。そうですね。スバルアイサイト、ツーリングアシスト、通勤に使うときにめっちゃ今使ってるので、うんうん、やっぱ、うん、ちょっと気になってるというか、はい、普段ケイちゃん音楽とか聞いてます。ああ、あんまり聞かない。あ、そっか。あの車でも無音なんですよ。あ、そっか。車に音楽聞かなくて。そうっすね。あれっすね。なんですよ。エンジンとシンクロせなあかんから。そう、そうです、そうです。聞きますか？僕、もともとちょっとバンドとかやってた側なんで。ああ、そうなんですね。90年代頃のロックをよく聞きながら、はい、走ってます。
90年代ロック。ファレル・ウィリアムズ。知ってますか？ファレルさん好きです。ああ、そうなんですね。知らないですか？僕、若い方、若いっていうか、最近とか分かってない。なんかね、話によると BPM ってリズムの速さが数字であるんですけど、はい、144以上、はい、そういう速い音楽を聴くと、はい、スピード出しちゃうっていうのが研究結果で出てるらしくって、あまりその速いの聴いちゃうと警察に捕まる率が上がっちゃうよっていう風に回ってた。びっくりした。怖いです。この間一回ありましたからね。自分一人だったら自分が落ち込めばいいけど、はい、誰かと撮影してる時に、あ、マイク入ってなかったとか、もうショックすぎますよ、ね。ショックすぎますね。もう、それだけは気をつけようと。みんなね、こう試行錯誤しながら、はい、今のね、ケイちゃんも形になって、僕らもなんとか形にしながら、はい、皆さんに、価値ある情報をお届けできたらと思うんですけど、はいはい、ケイちゃんはエンターテインメントと両輪で、はい、あ、そうですね、手探りで頑張ってます。この間だっていろんな調査東京行ってるもびっくりしましたもん。あ、本当ですか？あ、取材したんですか？そうです。すげえ。スバルのショールーム、恵比寿のショールーム取材させていただきました。まだね、そのあたりの動画も見てもらえたらって思います、はいはいはい、見てください。はい、約1時間ほどのドライブ、はい、ありがとうございました。またケイちゃんの方でもいろいろ車の情報あると思いますので、はい、ぜひともよろしくお願いいたします、はい、お願いします。はい、今回は以上となります。よいしょ。はい、車を買って調べてみたチャンネルのヒエさんでした。バックしながらバイバイします。バイバーイ。はーい。